おはようございます。おはようございます。ラフィーさん、タッチダウンしたらセレブレーションは、まあ、ちょっとまたその時見とってもらえればありがたいですね。一応考えて、ジョーさんともそれ一昨日一緒に練習して話をしてたから出し合おうやつって、その時に。オサさんは何か考えてますか？いや、もう俺はもう感情の赴くままに出したやつがもうセレブレーションだ。ちゃんと決めといた方がいいかもしれないですね、しっかり。やっぱあの小林さんのオサさんそれ好きですよね。小林さんの天丼マンが好き。天丼マンって皆さんご存知ですかね。アンパンマンのキャラクターなんですけど、なんかなるんですよ。これが本人かっこいいと思ってやってるとしたら、ちょっと問題がありますよね。天丼マン結構おしゃれやなと思ってますけど。じゃあお二人とも頑張ってください。今日はおはようございます。構えられてましたか？たまたますか？たまたま。ありがとうございます、うん、あ、そうだ、どうした？先週出されて入れないですね。今日頑張って、やばいでいいけど。各パート前後賞、各パート最悪やめるですか？ OK、おはようございます。遠慮に負けて、あとはないんで、もう勝つしかないんで、点差がどうとか、2本目を出そうとか、そうなんです。正直どうでもよくて、とりあえず勝つことに集中しましょう。全員がね、勝ちに執着して、勝つためにね、一プレイ一プレイやりましょう。はい、1クォーターの1プレイ目から、しっかり自分のパフォーマンスできるように準備しましょう。ワン、ツー、スリー、フォース。雨、去年よりかは、自身のスピードとか、変わってるから、まあ、ぶつけてみて、去年ともうちょっと頑張りたいな、去年よりかはね。あの1本目がさ、あの4度とかが、はい、まず結果カット残して、はい、あとはもう、我々が結果残すっていう形が一番いいかな。じゃあ DL ユニット全体として期待してるので。そうね、はい、DL ユニット活躍したいね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、おはようございます。今日もしかしたら出番が来る可能性が前より高いので、出た場合の想定とイメージをしてしっかり準備して臨みたいと思います。早いですか？早いかも。気合入ったからちょっと。あんま使ってなかったですけど。そうスピード。いや、今回使う。今回じゃ。マッチマッチです。今日行きましょう。頑張る。はい。サクしたしね、この前ね。そうなんですよ。原さんのおかげです。今日もお願いします。また出する。今日もまた。キュービー外逃がしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。しっかり試合に
最高の状態で出れるように準備しましょう。オッケー、じゃあ順蔵熱いのちょうだい。じゃあ2週間前ここで負けたのは変えられへんし、過ぎ去ったプレーも変えられへんけど、次の蹴ってくるプレーもあで行こう。ちょっと待って、それで行こう。目の前のプレー集中していこう。目の前の敵叩き潰すことに集中しよう。絶対勝つぞ。目を吸い渡せ。分かる、言ったよ。重要なんで、OK、勝ったことにまずしっかり喜びましょう、はい、まず勝ちに来て勝ってるんで、そこは喜びましょう、次名古屋、もう名古屋だけ見ていいんで、また名古屋サイクロンだけ見ていい2週間過ごしましょう、はい、まあ、まずナイスゲームでした。やられてる時でもいいプレーあったら全員で喜ぼうや、はい、学生と違って喜んだあかんようなフットボールじゃないやんで、フットボール楽しくてやってるわけや、好きで楽しくてやってるんで、相手の文句言ってる暇もったいないんで、そのネガティブなこと言ってる暇あったら楽しもうぞ。 OK、 OK、 じゃあ上げましょう。スタッフも全員入ろう。中田も来て。中田ちょっと金子だけ勘弁。これはゴミ。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、ナイスキャッチ、ナイスランです。ありがとうございます。試合に勝ったことが良かったです。まあ、個人的にはまだまだやれるなって思ったところがあるので、まだリーグ戦続くんで、そこをしっかり一本取ることができるようにもう一回練習頑張っていきたいと思います。まず初キャッチできて良かったです。またこれから一歩ずつ成長していって、またもっといいプレーを、やるんで期待してください。お二人ともおめでとうございます。今日お疲れ様でした。ありがとうございます。友達やで。はい、はい、バイバイ。ホイさん、今日もお疲れ様でした。お疲れ様です。いや、1試合振り返ってみてどうでしたか。はい、絶対勝つっていう目標を渡せてきたから良かったなっていう思いが半分、個人成績でいくとタックル1個もつかずに、指サッカーもつかずに、記録っていうことで考えたら残念やなっていうのが反応。なるほど。ちょっと複雑な気持ちです。まあ、もっとできたな。次の試合に向けてはどうでしょうか。まあ、ちょっと成績にこだわってもいいんじゃないかなっていう、まあ、勝つのはまあ大前提で、やっていこうかな。楽しみにしてます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。